幽霊を見るテクニック。タレントの滝沢カレンといえば、かねてから幽霊に会いたいと公言。2019年には心霊系のドッキリ番組に出演し、仕掛け人が扮する幽霊に怯えることなく頑健して、後でドッキリだとわかると落胆の声を上げていたが、そんなカレンが7月11日放送の開けパンドラの箱アンタッチャブルテレビに出演。アルコ&ピースの平子祐希と富士急ハイランドの絶叫系アトラクション戦慄迷宮へのお泊まりロケを敢行した。営業終了後、真っ暗のアトラクション内を探索するカレンと平子。ちょっとした物音にびくりと体を震わせる平子とは対照的に、カレンは終始冷静に幽霊はいるか否かを検証していく。探索の途中、カレンが平子に伝授したのが幽霊を見るテクニックだった。急に見た方がいいんですよ。霊を見るときはゆっくり見るんじゃなくて、ふっと見てください。急に見ると目が合うらしいです。急にふっやってくださいね。探すときは下からライトを当てたカレンの不気味な笑みもあって、平子はこわっとリアクション。スタジオにいる出演者からも、カレンちゃんが一番怖い霊に喋らされてるといったリアクションが寄せられ、アンタッチャブルの柴田秀次は、見たことないんでしょヒコロヒーは、なんでそんなことが言えるのなどとツッコミを入れていた。番組ではナースステーションに布団を敷いて、宿泊ロケを敢行。謎の女性の喋り声が聞こえた時、カレンさんは、二人いらっしゃいます、と興味津々の様子で声の聞こえる方向へ探索を開始。一度は自動音声で流れ続ける人形のすすり泣きではないかという結論に達したのですが、それは女性の声ではなく、結局はわからずじまい。仕事の関係で、朝まで過ごすことはありませんでしたが、心霊ロケでは絶対にビビらない抜群の安定感を発揮していました。今回は遊園施設のアトラクションが舞台だったが、ガチの事故物件で検証してみては。見てくれてありがとう。シェアとサブスクライバー。本当にありがとう。